で左に見えるのがライブラリーだね。で、あそこは主にいろんなクラスを勉強して、まあ、特に決まってない勉強用のビルディングで、これも一周してきたの？もう一周ですね。もうすぐね。え、そうなの？あれがスチューデントユニオンビルディングでご飯とか食べれる場所ですね。カフェテリアもあるわけ、ここに。うん。いつもお前もここで食うわけ？いや、俺は他のところ、もう一つあるカフェテリアで食べてるけど。スチューデントユニオンの方がまずいからね。で、あれがさっきまでいたブックストア。どうやって一周したの？今一周ずっとこう綺麗に本当円になってるんです。ビルを囲むように外側にもあるんでしょ？外側にも多少あるね、うん、あんまり俺は使わないけど。で、あそこがスチューデントサービスでいろんな相談とかに乗ってくれるビルディングですね、うんうん、で、あれが ELD で英語を学ぶためのビルです。いや、留学生はここに入るわけ？そうだね。お前は入んなくてよかったんでしょ？ここは入ったことない。優秀じゃないの、はるくん。大学から来てるやつはここ入んなきゃいけないけど、こいつらは高校からだから。そうですよ。結構いろいろと面倒な授業を受けさせられるんですよ。で、ちょうどこれで一周。本当だ。そう、こんな綺麗にすぐポンってなんか一周できたの。ただ車なら結構楽だけど、これもらったら、でもジョギングコースにはちょうどいいよね。あ、そうだね。周回で2キロぐらいある？あー、もっとあるかね。あるかもしれない。内側映したらどうじゃん。内側でももう撮ったんだし、うん、そっか、おじさん入っちゃうんだ。ゆっくりゆっくりね。入る、それでも早い。あ、本当に。どこ、ここ入る、もう出るの？ここ、いや、もう一個先。もう一つ先。これは危ないですよ、今バスの近くだし。まだまだ。で、次を右で学校のエリアから出る感じ。もう切っちゃうよ。まだ切らないで、学校のエリアまで。なおちゃんもさすがに起きると思ってる。私寝ようと思えばいつでもいくらでも寝ますよ。あいつはね。俺も大丈夫だしね。今これでまだ、え、これで一周だよね。これで一周どうすんの？これでもう学校の外に出るわけね。ここからまっすぐでいいよね。まっすぐで大丈夫。え、切るよ。うん、右クリックしてきて。